立花先生、こんにちは。こんにちは。はい、次の健康生活フェアでは、はい、舌の筋肉を使って、はい、心身の健康を改善する、はい、ということを教えてくれるんですよね。はい、その通りです、はい。皆さん、舌の筋肉を鍛えるっていうことはあまり日常的に意識をされてないんじゃないかなと思いますが、その恩恵は非常に大きなものなので、ぜひこの機会に皆様にご提供させていただきたいと思います。それは座ったままでもできるんですか？もちろんです。座っていても寝転んでいても、立って歩ってる時もどんな時もできる素晴らしいエクササイズです。実際に具体的に舌の筋肉を使う、はい、鍛えるっていうのはどんなメリットがありますか？はい、まず今問題になっている嚥下障害、喉に物が引っかかるというような、お菓子を食べてても喉を塞いでしまって事故になるということがある世の中ですので、そのあたりはまず改善されます。そしてさらに、鼻呼吸、呼吸の改善ができます。呼吸を改善することによって、血液の質が良くなったり、それからあとは、健康状態ですね、日々の健康状態が良くなります。特に非常に感情的にも気分的にも爽快、楽を感じられるようになりますね。今問題になっている首こり、肩こり、そして、腰の痛みも予防改善につながります。で、何よりも一番嬉しいのは顔立ちが、かなり若返るというんでしょうか。小顔ももちろんですけれども、顔立ちのバランスとか、シミシワ、そして肌の張りまで大きく影響改善されていきます。じゃあ見た目も、はい、そして何、ていうんですかね、例えば嚥下障害とかも、はい、つい 2,3 年前はおせんべい食べてでもつまることはなかったのに、最近粉っぽいもの食べるとすぐつまるっていうのは老化の一つですかね？その通りです。唾液の量が少なくなるというのも大きな原因ですが、実はその、口の中ですね、歯茎も含めて弱くなっているというのもありますね。でもそれが体の使い方、全身の衰えからそこがクローズアップされているというところがまだ気づかれていない時代だと思います。同時に尿漏れとか尿失禁というのも、一部の年代の方には非常に深刻になっていると思うんですが、喉を鍛える、舌を鍛えるということと、いわゆる、排泄ですね、の機能というのは因果関係があります。じゃあ例えば口が閉まっている、口がしっかり閉じている、はい、例えば舌が滑舌がいいであるとかっていう方は尿失禁も少ないですか？おそらくそうだと思います。これは専門機関の先生方と連携して、調べてみると明らかに出てくると思います。舌を鍛えることで口がぽっかり開いているというようなことも少なくなりますか？はい、その通りです。それはとても大きなメリットだと思います。で、何より発声、発音、声を出すことが非常に楽になります。例えば緊張するとですね、大事な時なのに声が出ないってことがあるんですけど、例えば皆さんが生活の中で大事な人に会う時に、例えばこういうちょっと先生からの指導を受けて、こんな体操をするとより良くなるよとかも当日教えていただけますか？もちろんです。具体的にはどんなことを教えてくれますか？やはり皆さんの、首筋、はい、大事な器官なんですね。で、この、首は頭にもつながっているし、体にもつながっている。特に、頭蓋骨と背骨という大事な体の組織の、橋渡しをしている場所ですね。この首から肩を楽にするという日常の運動方法や手入れ方法というのは、結果的には脳のストレス、
足が動かないというようなことを改善するためには手足の運動を増やすというのもいいことですけれども、背骨がよく動くようにするというのもとても現実的に意の一番でやるべきことなんです。そのあたりを当日ご紹介したいと思います。なんか先生は、はい、実は問題にする以前に、はい、引っ張れ、はい、ということがあるようなんですけど、はい、ちょっとだけ今教えてもらっていいですか。もちろんです、はい。首こり肩こりがあった時に、マッサージしたくなりますね。ところがマッサージしてもマッサージしても同じように痛みが繰り返すという話を伺います。人間は水でできていると思ってください。で、痛みが出ているところは水がうまく流れてない、もしくは干からびているみたいなイメージに思ってください。干からびているところを、生きのいい新鮮な水で溜めるんじゃなくて流してあげたいんですね。だから痛みが出ているところはこうやって高い方から低い方に流すようにさすってあげるというのが、まず引っ張る前にしなければいけないことなんですね。もう今私がやってるように、ただ高い側から低い側に流してあげる。例えば肩でしたら、これも高い側から低い側ですね、そして、次にすることは、よくひねることなんです。ひねること、こうやって、これもひねりの運動ですね。もしくはこれもひねりの運動です。で、さすってひねったらよく回す、よく回します。回せる方向はくまなく回す。そして、だんだんよく回るようになったら大きく回す。狭めて
筋肉の負担をさらに増加させてしまうんですね。だからやはり、人間は肉体を持っている限り軽くしておくべきなんです。軽くする、温かくする。温かくすると血の流れが良くなる。血の流れを良くすると温かくなるんですね。温かい体は、血の流れの良い体は、軽く感じるものなんです。あの体重50キロの方が2人いたとして、片側の人は軽く感じる、片側の人が重く感じる。同じ50キロなのに何が違うかって言ったら、血の流れが速い人の方が、血の流れがいい人、血の流れだけじゃないですね、リンパ液、体液全体の流れがいい人は体が軽く感じます。だから皆さんマッサージとか運動した後は体が軽いとおっしゃるんですね。血の流れが速くなってるんです。全身の水が動いてる時は人間は軽くて、神経や心の負担、緊張が、小さくなります。だからちょっとしたことでムカついたり切れたりということがなくなります。それはいろんな得を生み出しますね。結構生活でやると、はい、あの多くの来場者が女性で、かつ40代前後が多いと思うんですけど、ちょっと早い更年期障害という方にももちろん効きそうですよね。そうなんです。あの、まあ、ホルモンのバランスが崩れると更年期障害って言われたり、まあ、生理前だと女性はイライラするとか、ホルモンの影響ですよね。あのホルモンはあの臓器だけで発してるわけではないので、必ず脳と体の、掛け合いでホルモンというのはバランスを取って働いてくれます。やはり、脳をリラックスさせるっていうこと、そしてその、脳から発せられたホルモンの伝達は首を通して、血液を通して行われますので、やはり水の流れを良くする、首を柔らかくする、背骨を柔らかくするということが人間の真のリラックス、真の